<laughs> はいえー、皆さんこんにちは山内秀一ですありがとうございますカチャカチョ、えー、今日はまた昔の話になっちゃうんですけどあのー、NHK の朝の連続テレビ小説チュラさんの総集編が、えー、ゴールデンウィーク5月345と、えー 3日連続で放送されると再放送されるということで、えー、まあそのお話を少しだけ、えー、短くしよう短くしようと思うんですけどえー、っとそうかもうだ2001年の、えー、朝ドラが、えー、まあその後続編とかもありましたけど、まあ、総集編ももう数えきれないぐらい放送したのがまたこの2022年においても、えー、また放送されるということで。 <え> <laughs> 当時13歳ぐらいだった、えー、僕がもう35人になったというのにまた、えー、現れるんですね <laughs>。35の僕より13の僕の方がよっぽど働いてますよ。本当はありがとうね。うん、過去の私をと、えー、いう話なんですけどそうですね、まああのー、撮影してた当時は、うんまあ、幼かったので朝空に出ることっていうのは何かこう、まあ、一つの大きなステータスだということは理解していたんですけどもあ、あのーまあ、肝心のことというか。 これだけ後に20年経っても、えー、これ長い年月をかけて色多くの方に愛される作品に出させていただけることなんだなっていうところまでは、えー、理解が及んでなかったなっていうふうに思います。まあ、正直なところ子役のですのであの、まあ「朝ドラか大河は」は大河ドラマはやっぱ出ておくとこういうランクが1個上がるなみたいなこんな早く朝ドラ出れるんだみたいな。 結構自分調子いいなみたいな、なんかね、そういう見方を、えー、していたような気がしますが、まあ言っても、1週間、2週間しか出てないっすよね。あ、あの僕、あれです、チュラさんで、えー、主人公の国中さんの旦那、小橋賢治さんですよね。えー、文也、文也く君の、えー、幼少期一番最初をやっていたものです。あんま顔変わってないっすよね。<laughs> 多分。<laughs> と思うんですけど、そうそうそう。だから、あの、和也ですよ。 兄貴ね兄貴あのー、遠藤君遠藤君も今もずっとこう活躍されてますけどまあ、あの同世代のこうもう本当になんか同じ時期に夏の映画でお互い主演やったりとかもう周りがすごいライバルだライバルだってお互いの関係者がこう言ってたですけどなんかそんなところで兄弟役でこう出演が決まってうんなんかライバルって意識してた分一気にこう仲良くなってなんか僕の中で本当に。 まあ大好き5つ子とかのメンバーは確かにいまだに仲良くてそれもそれでこう家族みたいな感じはあるんですけど遠藤くんに関しては本当にあの撮影期間中実のお兄ちゃんみたいにこう慕ってたなっていう遠藤くんもまあその後も何回か共演はするんですけど一緒になるたびすごいこう可愛がってくれてそれがすごい楽しかったんですね。子供が一応4人いたんですよ圭達もあの高幸さんの前だから村上くんですよね。村上くんも何年か前に そう一回どっか恵比寿かなんかのオーディションでばったり会ってんですよで彼は結構こう見た目がまあそうっすよねあの変わってったけどお互い目あって「あれ誰だろう」みたいなって「村上くん?」っつったら「山内くんだよね」みたいになって再会したのを、えー、覚えてます裏のミクちゃんエリーに関してはね <laughs> あれ僕が年上なんですけどそんな仲良かったかな <laughs> どうだっけかなあの仲悪いとかでは全くなくてなんかねそこまですごく話すっていう感じでもなかった気がしますけどでもどう考えても2人でいる時間は多かったですよね多分どう考えても多かったと、えー、思います。おお母母ささんんががいいいい人人ですよの その後も NHK さんのなんか別の番組であの教育テレビかな、えー、みくちゃんとは2人で、えー、こうなんだろう科学の番組みたいな何時間かスペシャルみたいなので、まあ、アシス MC さんのアシスタントみたいなので出たことがあるんですけどもうねみくちゃんは15年ぐらい会ってないですかねあ、まあ、だからあ,のあれなんですよ別にそのまあいいや何て言うか美空ちゃんはあのもう 大もう時効だよなみくちゃんごめんなあのい,いいんだけど「大好き五つ子」っていう僕が後に出させていただいたドラマの実は最終オーディションにあの美空ちゃんも残ってたんですよ。だからチュラさんで夫婦後に夫婦になってるのにこれ五つ子で兄弟は、まあ、なくはないけど。 やばいだろうっていうかその2人同時にはキャスティングされないよな TBS さんもしないよなと思ったから当時いやーみくちゃん久々に会えて嬉しい気持ちと同時にこれ受かるならどっちかだなみたいなどっちかが選ばれたらどっちかは外されるなって思って俺だから頑張んないでくれ頑張んないでくれと思ってた記憶もありますけどうんそうですねでもまあそれだからチュラさん終わって数年後なんでまあその時みくちゃんはそんな変わってなかったですかねうーん。 みんなまたこう会ってみたいですけどね。そそうそうあとはもう本当に打ち上げ。が楽しかったです打ち上げもう二僕はちょうどミクちゃんと教育テレビの,あの番組の収録が終わった時にちょうどチュラさんの全体打ち上げをしてたので、まあ、あの子供ながらにも我々もあの参加できる実感だったのでどこだけかなすごいでっかい会場で。 いいっっぱいテーブルがあってまあ各マネージャーさんとか各セクションに分かれてるんですけどまあ僕とそのエリーですよとかミクちゃんを合流した時は誰だったかなもう琥珀楽家の皆さんでしたね琥珀楽家の皆さんの宅でそれこそもうねなくなっちゃいましたけど田中佳子さんとかもいらしておばあがおばあが一瞬「誰だこの少年少女たちは」みたいな感じになってで栗中さんと山田さんが「いや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 」みたいな。 エリとみやですよみたいな「いでも全然変わったもわ分かんなかった」って,っていやさすがにそんなに変わってないけどなー」なんて思ったんですけど唯一その時だけその大人になったゴリさんいなかったかなもうその時帰っちゃってたかな小羽倉家の皆さんと僕らの子役の人間でこう2時間ぐらいですかねこうご飯を食べる時間があってすごくあの最初の方しか参加してないのにこうなんか素敵な。 岡田さん脚本の素敵な作品にあのこう参加できたんだなっていう実感がその時にはいてすごく、えー、嬉しかったです、うん、なんかどうなんでしょう DVD とかであんのかな,なんか後にその皆さん僕なんかどうでもいいんですよ。あの国中さんとか諸先輩方が「こうチュラさん」っていう作品はどういう作品だったのかって語ってる動画とかなんかそういうのあったら見てみたいなっていうふうに、えー、思います。そうだなあの今もうさ 日本を代表する映画監督になりましたけど、大友敬司監督、大友さん、大友監督も日本のトップの映画監督ですけど、大友さんってあのチュラさんの時のサード AD さんなんですよ。まあチュラさんでも何回かディレクターやってる回あると思うんですけど、すごくないですか。当時からなんか沖縄のホテルでフミヤは俳優誰憧れてるのっての大友さんに言われて。 いや僕はサミュエル・エル・ジャクソン好きなんですよ」みたいな話したら大友さんが「ありいな」みたいな「俺なサミュエル・エル・ジャクソンな会ったことあんだよ」ってアメリカでお仕事された時の話とかしてくださってすごい楽しかったっすね。みはねあの僕一回だけ再撮で新たな新規シーン新規回想シーンでチュラさんねあの序盤だけじゃなくて一回スタジオ行ってるんですけどその時が。 えっとねディレクター大友さんだったんじゃないかなっていう気がします、うん、なんか国中さんがナースの服とか着ていらしたイメージがあるから中盤ぐらいですかね、うん、そうスタッフの皆さんもすごい楽しくてあのー、メインのディレクターの江のきさん江のきさん江のき監督とは僕は本当に相性が悪くて <laughs> あの違う僕にあの自我が役者としての自我が芽生えしつつあったんで江のきさんが一生懸命ディレクションしてくださってるのに「はいはい なんかその勝手に違うことをやるみたいな、まあ、まあそんな多感な時期だったんですけどあんなね軒戸さんふざけんなよって怒ってもいいんですけどね、まあ、怒ってはいたと思うんですけどやっぱこう手荒らかにしていただいて別の動画でも話しましたけどそれからだから何年経ったですかね同じく NHK さんのど時代劇で「まんまこと」っていう作品で軒、えー、戸さんの回に呼、あのー、んでいただいて。 十何年ぶりぐらいに茨城の、えー、オープンセットでお会いして、木戸さんにこっちも照れくさいじゃないですか、大人になってるしまあそれなりに曲がりなりにもこうキャリアを積んできていいとこ見せたいって気持ちもあるんですけどやっぱその子供の頃チュラさんで言うこと聞かなかったみたいな、あのー、手前あるんでウィスウィスみたいななんか、ね、ちょん負けつけてウィスみたいな感じで挨拶行ったらおお久しぶりだな、山内へと。山内って呼んでました、僕もと。山内お前 もういい加減俺の言うことを聞けよって言われてああ覚えてるーと思いましたね覚えてらっしゃるーみたいなはいもう聞かさせていただきますもう一言一句台本通り喋らさせていただきますという気持ちでやらさせていただきました、えー、そんなねチュらさんが再放送されるということで、えー、まあ思い出そうと思うとまだいろいろあるんでしょうけどまあ何よりこう皆さん、えー、是非楽しんでいただいて、えー、また感想などあったら、えー、コメントとか ツイッター、Twitter、とかインスタグラムやってますので何か教えてくださると、えー、ちょっと励みになるかなと、えー、思っております。三十五になりました、えー。今日は見ていただき、えー、ありがとうございます。バイバイ。